今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。ナイト2000のオーナーの久保でございます。今までもねナイト2000シリーズいろいろお届けしてきたんですけども、今日はですねまあ、キットではなくて、なんかグッズの紹介をしたいと思うんですよ。今回はねなかなかレアなグッズも紹介できますんで、なかなかね面白いんではないかなと思います。そしてですねこのナイト2000のレプリカを手に入れるのは非常に難しいんですけども、まあ、今回紹介するグッズってのは結構ねナイトライダーファンとかこういったトランザムファンなら結構簡単に手に入るものばかりですんで、ちょっと見ていただければなと思います。まあその中でもねこれはなんだすごいな珍しいなみたいなのを紹介できますんでお楽しみに。それでは早速いきたいと思います。まずはですねこの箱に入れたのがこのナイトライダーのファミコンカセットですよね。これはね私気がついたらファミコン持ってないんですよ。でファミコンをやったことがないんですよね今まで。昭和40年代生まれの男の子としてはファミコンの一つぐらいやってないといけないかなと思うんですけども、私はねパソコンを先に覚えちゃったんで、当時はマイコンと言ってましたけども、でパソコンでプログラミングをしながらねドンキーコングまがいのゲームを作ったりとかパックマンみたいなのを作ったりしましたんで、ファミコンにあんまりね魅力を持てなかったんですよね。ということで、私はベーシックとかねマシンゴっていうのを駆使してパソコンでゲームを作ってましたんで、これはねやることがなかったんですけども、最近ヤフオクかなんかでこれをね買ったんですよ。裏にタグがついてるでしょ。なんかねなんか中古ファミコンショップのまあなんか売れ残りみたいなのが出品されてきたのかなと思いますけども、使えるのかどうかわかりませんけども、ちょっと本体をねもし買うことがあったら試しにやってみたいと思います。その際はねまた、ゲーム実況動画でも撮りますんでお楽しみに。でこれはね大事にしまっておこうかと思います。これ一つ目。次はですねトランザムの中でもこのファイヤーバードポンティアックの帽子ですね。これちょっと袋を取るのがもったいないんでこのまま袋詰めの状態で、汚れないようにしてますけどもね、こういう風にポンティアックね、私頭がでかいんで多分これ頭にね被れないと思うんですよ。ガードマンをしてた時にサイズ62の帽子を被ってました。あの警備帽みたいなやつね。ですんでこれ多分ね58だと思うんですよ。58だと私は完全に入りません。62以上のこのね頭周りがでかいもんですからちょっとこれ被れないんで、私はこれコレクションとしては持ってますけども、もしくはね欲しい方にプレゼントという形にしようかと思いますけども、それまではこうやって保存しておこうかと思います。次はね T シャツ行きましょうかね。 T シャツを一部紹介したいと思います。これがなかなかいいですよ。こういう感じで、ほら、こうね、ナイト財団の T シャツでございます。サイズが XL なんで、私が着るのにはちょっと大きいかなっていうところはありますけども、まあこれね、サイズがあんまりなかったんで、XL だったらいいかなと思いましてね、これを買ってみました。ナイト財団の T シャツでございます。ちょっとこれもね、袋に入れときますね、もったいないんで。で、次はね、これもトランザムではあるんですけども、ナイト2000ではないかなっていうのの T シャツです。ポンティアックのファイヤーバードの T シャツですね。これもちょっと袋開けずにすいませんけども、お見せしておきます。ポンティアックって書いてあるでしょ?これのファイヤーバードがここに書いてある T シャツですね。これもちょっと私の宝物。サイズがね、こっちはね、L だと思いますんで、身長170センチから175センチぐらいの方が着れるのかなと。場合によっては165ぐらいの方も入ると思います。ちょっと私が着る LL みたいな感じになりますけどもね。ゆったりとして着るか、そんな感じでございますね、T シャツ。はい。で、次も、トランザムではあるんですけども、ナイト2000ということではないです。これね。これが何かと言いますと、これ。これね、なんだろうね。パーキングの、これ、スチールの看板ですよね。私がだからガレージをやろうかと思ってるんで、場所とかね、箱を探してるんですけども、ガレージをやるときに、この、ポンティアックの車だけが、予約席ですよと、ここに止められるのはトランザムだけですよっていう風なね、看板にしようかと思ってこれをね、買いました。こういう風な感じで、穴が開いてますんで、ここに穴が開いてるでしょ?なんかこれビス止めとかできるんで結構かっこよくねピッと閉まるかと思いますね。その時まで傷がつかないように発泡にこうやってね閉じておこうかと思います。はい、では今回紹介するのは以上なんですけども、ちょっと番外編でですね多分ねナイトライダーとかそのトランザムを好きな方だったら多分これ分かっていただけると思うんですけども、
このね、T シャツを紹介したやつ、黄色い T シャツ。これ番外編です。これはどんな T シャツかと言いますと、もう着ちゃうんで、私ね。開けちゃいますけども、じゃじゃーん。ミックスジム。ね。1976年。要するにこれはですね、シルベスター・スタローン主演の、主演脚本のロッキーってシリーズがあるじゃないですか。で、ロッキーの師匠である、ミッキーっていうね、トレーナーがいるんですけども、パート3でね、お亡くなりになるんですけども、そのミッキーのジムの T シャツなんですよ。ね。これは多分私がね、トレーニングしたりとか、そのジョギング、ウォーキングしてる時に分かる方は見ていただけるのかなと思いまして、おまけで買ってみました。こういうね、楽しいグッズがね、今はインターネットを通じていろんなところで販売されてるんで嬉しいなと思いますけどもね。さあ皆さんはどんな、ね、お気に入りグッズがあるでしょうか。では今回は以上です。あ、ちなみにこれ、Google の T シャツですね。私も IT 企業やってますんで、こうやって Google の T シャツで媚びを売ってるという形でございます。それでは今回は以上かなと思います。またね、ナイト2000に乗った動画も皆さんにお届けしようかと思いますんで、よろしくお願いします。あと、プラスですね、最近は、こういうふうな、ナイト2000のレプリカオーナーさんからとも、ご連絡いただいて、この前もね、静岡に行って、淳さんにお会いしてきましたし、それからね、憧れの、多分トランザムオーナーさん全員の憧れの、その、ジミーさんって方がね、いらっしゃるんですよ。ジミーさんがいらっしゃるんですけども、私ね、この前、12日、10月12日にジミーさんと会う約束をしてたんですけども、台風で、ちょっと、とても無理だなと思ったんで、ちょっと、なくしちゃったんですけど、キャンセルしたんですけども、またね、ジミーさんのところにもお邪魔して、一緒に、ね、動画なり、対談なりしたいと思うんですね。それをお楽しみに。そして、これもね、トランザムオーナーさん、皆さんがね、ご存知の、トランザム YouTuber ですか、ナイト2000 YouTuber さんで、多分一番有名なのが、のりたまさんって方だと思うんですよ。こののりたまさんとも私ね、なんとかお願いして、ご一緒させていただきたいと思いますので、その時はまた皆さんとね、なんかの形で動画かもしれませんし、車を2台並べるのかもしれませんし、なんかやってみたいかなと思います。その他、広島、私と同じ広島にも、ナイト2000オーナーさんいらっしゃって、これありがたいことにね、久保さん行きますよ、みたいな感じで連絡いただきたんで、ちょっと今出産のことでいろいろありますんで、今はちょっと難しいんですけども、ご一緒して、ナイト2000のこといろいろね、教わっていこうかと思います。プラス、その、愛媛の方にもね、Facebook を通じてご連絡くださった方がいて、ナイト2000オーナーさんね、本当にね、嬉しいなと思います。皆さん、私はね、ナイト2000オーナーとしては一番新人でございます。で、本当に突発的に、衝動的に、このデモカーをね、エリア101さんからお預かりしたところもあるんで、まだまだね、ちょっとね、皆さんに誤解とか、ご不自由とか、ご迷惑をおかけするかもしれませんけども、こういった形で、動画をね、配信することを、本当皆さん許していただいて感謝しております。で、あと、大阪のね、高尾斗さんにもまだご挨拶できてないんで、早いうちにお邪魔して、いろいろとね、仲良くさせていただきたいなと思います。で、最後、プラスなんですけども、この車をね、近くでメンテナンスしてくださる会社っていうのが本当に、見つからないなりにいろいろ出てきたんですよね。うん。でもやっぱりパーツの関係とか、それからレプリカってことでね、うわ、すごいねって言ってくださるんですけども、ちょっとうちでは責任持てないからっていうことで、その辺のさじ加減が難しいなというところでございます。本当にね、車が大好きな方とか、これアメ車とかに興味がある方とか、ちょっと修理の心得があるよとか、協力したいんですよって方がいらっしゃったら、ね、本当にご連絡いただけたら幸いでございます。私もね、自力でできるようにいろいろいじってるんですけども、やっぱりね、なかなか、難しいところがあるんですよね。男の子としてちょっと恥ずかしいんですけども、私こういうね、電装部品って苦手なんですよね。で、いろいろやってはいるんですけども、まだ車のこととか、エンジンのこととか理解してないことが多すぎてですね。なんせ私、ずっと車20年以上乗ってますけども、ボンネットすら開けたことがなかったのが、こういうナイト2000をね、お譲りいただいて、本当に分相応だなと思いますけども、分不相応だと思いますけどもね。でも一歩でも、こう、トランザムオーナーさんとか、それからナイト2000オーナーさんにね、ご迷惑をおかけしないように近づいていければなと思いますので、まあ、これからも本当に温かく見守って、そして時には厳しくご指摘いただければと思います。長い動画になりましてすいませんでした。今回はグッズ紹介に関わってですね、改めてのご挨拶になります。それでは、またお会いしましょう。失礼します。